こんにちは、次元です、今日もよろしくお願いします。そして、カメラマン、コバ君、今日もお願いします。お願いします。やっぱりすごい前回の動画でこれお見せしましたけどですね、私のセットが完成しまして、すごい立派でございます。こんな感じでいいんでしょうか本当に前回も言いましたけども、身が引き締まる思いで今これも撮っておりますが、今回なんですけども、あ、ごめんなさい、その前にだ、皆様のご意見ちゃんと真摯に受け止めましてですね、見てください、マイク到着しました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。はい、この私たちの悩みの種1個消えましたね。 そうですね、はい、なので、これからは多分声が小さいっていうコメントがなくなるはずです。はいマイクはですね、先日届いたんですけど、その前にですね、これも届いてたんですよ。コア君お願いします。はい、パッということで明るくなりましたね。いや、はい、だいぶ雰囲気、だいぶ雰囲気が本当にスタジオ感満載でですね、うん、お送りできるというような、少しずつ、グレードアップしている次元スタジオではございますけれども、今回ご紹介するのはこちらですね。ドドンと、あ、こういうあれか、こういうドドンっていうのやってねえか俺のチャンネル初めて見ました。ごめんなさい。っていうのもですね、アトモス TV 僕やってましたけども、まあそういう風な動画にちょっと近しいものになるかもしれませんが、私久々に AirMax を購入しました。お、ありがとうございます。これはですね、6月ももう下旬に差し掛かってですね、まあサムネとかにも書いてるかもしれませんが、上半期、まあ、ナンバーワンエアマックスといっても過言ではない速度でございますね。ということで早速出してみたいなと思います。はい、見えてますか？大丈夫です。はい、SKエア、はあ、これはね、待ちに参った一足ですね。本当にこのボックスのサイドの部分見たら分かる人は分かるかもしれませんが、こちら買いました。 AirMax テールウィンド5スケプタ赤のモデルですね、をゲットさせていただきました。これはですね、僕の中で本当に待ち望んだ一足でございまして、僕これを見たのが2021年1月初めぐらいかな、リーク情報が出たと。で、赤が先に出たんですよね、リーク情報として。これもう超やばいなと思って、いつ出んだろうってずっと思ってたんですけど、全然出てこなかった。で、スケプタのモデル出るらしいよって、それこそその当時はまだアトモスにいましたから、なんだ出るんだ、やっと出るんだってなって、今じゃあこのタイミングだとエアマックスであたりかなって思ったら、エアマックスで付近にも出たんですけど、リーク情報にはその時にあんまり乗ってなかった青が出るってなって、青もかっこいいんですよ、青もめちゃくちゃかっこいいんですけど、ちょっと赤はっていう青もいいけど赤ちょっといつですかみたいな感じだったんですけど、やっとですね6月に発売したということでございましてですね、速攻で買いましたね。しかも購入先はアトモスさんで買わせていただきました。ありがとうございます。あ、ここからはごめんなさい、個人的な意見になります。今ナイキのサイトも見ながら言ってるんですけど、6月中旬から下旬現在サイズが全部まだあると、結構ちょっと寂しい気持ちもありますよね。そうですね、売り切れだったら売り切れで、で僕が買えてないかったらちょっと悔しいんですけど、うん、なんかエアマックスって今ダンクだったりとかの影に隠れちゃってるのかなみたいなふうには思うんですけども、クソほどかっこいいでしょこんな。ごめんなさい、語彙力がなくてごめんなさい。でメタリック調のこのパーツとかね、あのこのヒールとシューターのところのこのリフレクト素材だったりとか、やっぱこのオレンジがかった赤みたいなね、僕の中ではドツボでした。で、まあもう見切れてるというかあるんですけど、青も持ってるんで青もちょっとまあやりましょうか。はい、こんな感じですね。僕はこの2足をゲットしているんですけれどもですね、まあこれもいいけどやっぱこっちですね、僕的には。で、なんでちょっと残っちゃってるのかなっていうのは、やっぱり値段はあるかなと。まあ2万円なんで食費の3分の2とかねそのぐらいのあれですから。そうですね、2万円って言ったらね、本当にこう一大決心をして買うっていう方が多いでしょうけども、これは絶対にでも迷って何買っていいか分かんなかったらとりあえず買った方がいいかもしれませんね。ちょっと奇抜かもしれませんがっていう感じですね。で、スタイリングを今お見せしてるんですけれども、こんだけ色味が強かったりするともう何の着こなし術もないんですけど、本当にもうシンプルでいいです。パンツ履いて無地 T 着て足元これみたいな、もうこれだけでもかっこいいんじゃないかなと僕的には思ってますね。まあ、こういうのを履きこなしてですね、いろんなものを紹介できたらなと思っております。まあ、スケプタモデルだからいわゆるレアなって言われたらそれまでかもしれませんけど、今売ってるものとかを紹介できたら面白いかなと思うので、まあ、今回こういった形でですね、まあ、レビューになるのかな、
初めてじゃない俺の動画で。そうです ね。レビュー動画みたいなのやったの。ちょっとまあこういったのも実験的にじゃないですけど、ちょっとやってみたいなと思って今これ撮っております。普通に気になったことがあるんですけど、どうしたテールウィンド5、うん、履き心地というか履きやすさっていうのはどうなんですかね。なるほどね。履きやすさで言ったら、まあ、マジで正直なこと言っていいですか。はい。普通です普通なんですね。いや、ちょ、エアマックスっていうところの普通よ。あ、エアマックスってそもそも履き心地いいじゃないですか、まあ、そうですね。でこのクッション性と反発性もある、はい、っていうところで言うと普通。普通。例えばベイパーマックスもそうだし、まあ、今年の新しいエアマックスのプリデイっていうモデルがあるんだけど、あれはヒール部分っていうか後ろの部分にエアバッグとかが入ってて、多分ねクシュロンっていう素材だと思うんですよね。それを使ってるからもっとなんか柔らかさがもっと加味されたような履き心地、すごく気持ちいいんですけど、テールウィンド5自体はそれと比べちゃうと多分もしかしたら硬いかもしれないね、個人的な意見だけど。あ、なるほど。あとは履き心地で言うと、まあちょこちょこ僕も言ってるんですけど、なんか最近のエアマックスちっちゃく感じるんですよ。ああ、はいはいはい。で僕いつも26入ってて、26でもいいんですけどハーフサイズ上げてもいいかなっていうような感じだったから、うん、僕は26、もし売り切れてたら 26.5 でもいいかなみたいな感じで考えてましたね。サイズ感も変わらず。変わらずだけどちょっとちっちゃいっていうイメージか。でもちっちゃいけどハーフサイズ上げても上げなくてもいいみたいな、ちょっと不安だったらハーフサイズ上げた方がいいよみたいな感じですね。なるほど、うん、ありがとうございます、はい、もう一個ちょっと気になったことがありまして、はいはい、何でも受け付けます、どうぞ。テールウィンド5のテフタの赤、はい、赤、はい、あるじゃないですか、はい、後ろの棚にも気づきました、はい、あるんですけど、それはなんで2足あるんでしょう。2足買ったんですよ。なんで2足買ったんですか鑑賞用。いやそんな金あるかそんなリッチなことできないんですけど、2足買いまして、で箱もねあるんですよちゃんと、ね、はい、こんな感じでですね、理由があってですね、何かというと1個はもちろん僕の分なんですが、もう1個は父親の分です。父親の分。あの私の父親がですね、まあ、60代後半なんですよね、はい、それこそほらさっき言ったみたいにリーク情報が出たのが1月だっつって、はい、で僕1月のタイミングでちょっとだけ帰省したんですよ。たまたまこう家でですねインスタグラムをパーッと見てたらこれが出てきて、リーク情報として、はい、うわこれかっこよみたいなの思ってたら、ちょうど父親がですね後ろ通って、ちょっと待てと今の何っつって、画像見してって言うんで、今のクスなんだみたいになってパーッて言ったらこれだったんですよ。めちゃくちゃかっこいいなってなって、父親がこれ発売したら俺の分も買ってくれってなんですよで60代後半で青森県出身の男性がスケプタを履くって多分俺の父親だけだと思うんですよねなかなかいない、ね、なかなかいない。スケプタなんて知らないんですよ。ただ色味だったりとかこのディテールに惚れたらしくて、父親も。で、あの先日父の日だったじゃないですか、はい、これをですねちょっとプレゼントしようと思って2足買いましたね。だからいつ帰れるか分かんないですけど、どっかのタイミングでね帰省をしてきた時には僕もこの1足持って父親と一緒にですね出かける時に、この父親と息子同じ靴でちょっとお出かけしたいななんてねすごく楽しみになりました、帰省がね。びっくりしたの、俺も父親がこれ欲しいなんていうもんだから、結構まあちょっと嬉しくもありっていうような感じではありましたけれどもですね、はい、まあ本当にカラー的にも、まあ、アクセントというか奇抜さは正直ありますけど、いろいろな方に合うんじゃないかなと思います。値段でちょっともしかしたら躊躇されてる方もいらっしゃるかもしれませんけど、なんか靴欲しいな、でもちょっと何買っていいか分かんないな、でちょっとシンプルすぎないものがいいなっていうんだったら、これは完全にお勧めできるので、皆様ぜひチェックしてみていただけたらなと思います。初めてやりましたレビュー動画みたいな感じでしたけども、ぜひねスタイリングも今お見せしたかもしれませんけども、まあ、シンプルで申し訳ありませんでしたが、こういったでもレアな靴とかって結構奇抜な靴が多いんで、まあ、そういったものに関してはもうあえて色味とかも合わせず、めちゃくちゃドシンプルにして、足元にこういった色味だったりとかディテールがちょっとインパクトあるものとかをやればいいかなと思いますので、ぜひ皆様参考にしていただけたら嬉しいです、という感じで満足しました。めちゃくちゃ喋れたんで、引き続きまあレアな靴のレビューは多分しないかもしれないですけど、今売ってるものとかで僕の視点で紹介できたらなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。この動画が良かったと思ったら高評価などいただけたら嬉しいですし、これ買いましたとか、これを見て欲しくなったって言ったらすげえ嬉しいです。ぜひですねコメントいただけたらなと思います。でチャンネル登録ももしよかったらしていただけたら嬉しいです、ということで、今回はここまでさせていただきます。ありがとうございました。こっちから